はい、鳥沢ですね。これね、だいぶ昔にやってたマスターオブエピックってゲームなんですけど、ネットゲーム MMORPG ですね。なんかね、正月、まあ元日なんでね、なんかいつもと違ったこと、まあ普通にバイオハザード上げてもよかったんですけど、なんか特別なことしたいなと思って、まずプーさんのホームランダービーやろうと思ったんですよね。うん、ただなんかキャッシュを削除されたのか、全部セーブデータ消えてたんですよね。だからもう、あとなんか、録画するときにね、なんだっけ、OBS ってソフト使ってるんですけど、なんか、表示されないんですよね、画面がね。なんで、もうちょっと一回諦めて、なんか、ちょっとね、いつもと趣向の違うことをやりたいなと思って、考えた結果、これを、ちょっと前にね、なんか、実況で一回撮ろうかなと思って、ダウンロードしたんですよ。でね、そう。やり始めようかなって思ったんですけど、言うてそこまでやりたくないですね。まあ、もうね、ご覧いただいてわかるかと思うんですけど、だいぶこのゲーム古いんですよ。でね、そう、だいぶ古いんでね、グラフィックがかなりやばいことになってるのは、まあ、お分かりいただけるかと思うんですけど、うん。ね、まあ、っていうか、まだサービス続いてたんだっつうレベルですよね、本当に。でね、まあ、せっかくなんでね、まあ、続けてね、シリーズ化するとは思わないですけど、なんかちょっと、こういう昔のゲームがあったんだぜ、みたいなのを、ちょっと、まあ、ね、うん。見せたかっただけなんで、あれ？俺いつもどこで掘ってたっけな？あ、こっちか。そう。うんでね、まぁ、ちょっと、起動してみたんですけど、このゲーム、いわゆる、MMO のレベル制のゲームではなく、スキル制のゲームなんですよね。で、要はそのこういう素手とか刀剣とかの、まあ要は素手なら素手で敵をぶん殴ってればどんどんこうね、そのスキルが上がってって攻撃力が高くなってったり技が使えるようになったりするってことなんですけど、うん。でまあだからいろいろあるんですよ。今僕これね、採掘しに来たんですけど、これテクニックってこういう採掘っていうのが入ってるんで、こいつをね、まあ、これで1を押すと、掘るんですよ。ね。これでどんどん掘ってって、ね、こう、筋力とか生命力とか上がっていくんでね。で、マックス、いくつだったっけな、これ750までいけんのかな。あ、850か。850までの数値を、だから、その、これ、あらゆるね、スキルに割り振って、で、キャラを作っていく、ステータスのね。っていうゲームなんで、システム的にはすごく面白いんですよね。ちょっと難解ですけどね。そう。はい、日本でね、MMO の走りって言えば、まあまあ、ウルティマオンラインだと思うんですけど、知らないですよね。うん。それがスキル制だったんですよね。で、それ以降、スキル制のゲームって、
これ、マスターオブエピックと、なんだろう、マビノギとか、あとは、まあ、アーキエイジとか、そういう、でも、サービス終わっちゃってますけど、なんだっけ、あれ、ベルアイルか、とか、そういうゲームしかなかったんで、まあ、主流なのは、まあ、やっぱ、FF11 とかね、ラグナロクオンラインみたいな、レベル制のゲームが多分主流だったと思うんでね。うん。そうそう、スキル制はそんなにね、流行らなかったんですよね。これはね、好きでずっとやってたんですけど、なんか、MMORPG ってクリアとかそういう概念もそんなにないんでね、なんかある日突然やめちゃったりするじゃないですか。で、まあ、それをやめちゃったんですけど、でね、一応、どうも、昔使ってたアカウントをね、使おうと思ってね、ログインしようと思ったんですけど、昔使ってたメールアドレスと変わっちゃったんで、ちょっとログインできなくなっちゃったんですよね。だから、新しく、こう、作ってるんですけど、とにかく何をしようにも、まずね、この生命力とか筋力とかのこの、基礎ステータス的なスキルがね、ないと、話にならないんでね。いつも僕こうやってね、採掘してるんですよ。採掘するとね、インゴットとかね、要は鉱石集めてインゴット作って、まあ、それを売れば金になるんでね、うん、ってやってたんですけど、今、インゴット、と買い取ってる人いるのかな。そもそもこれプレイヤーいるのっていうノリのゲームですね。まあほとんど人はいないんじゃないでしょうかと僕は思ってますけど、これね、時々座ってるじゃないですか。これまあ真ん中のゲージがスタミナなんですけど、これがなくなると、まあ、この、もう、走ることすらできなくなっちゃうんで、でね、この持久力ってやつなんですけど、どこだっけ？ここですね。これです。持久力。エナジー。こいつをね、うん、上げたいんですよね。こいつと生命力とね。あと筋力がないと、ね、物が持てなかったりとかするんすよ。だから筋力もある。だからね、なんだろう、魔法を使うにもそのね、触媒を持ち歩かなきゃいけないんで、筋力いるんですよ。ゼロでいいじゃんっていうわけにはいかないんですよね。うん。で、生命力がなければ当然し、瞬殺されてしまうし、持久力がなければ、そのね、走り回りながら魔法を打つこともできないし、だそこのね、バランスがね、難しくて、それが逆に楽しいんですけど、ね、いかんせんちょっともうグラフィックが追いつかないんでね、まあなんかちょっと、見るに耐えないって言っちゃ、なんか、ちょっとゲームを批判してるみたいで、あれなんですけど、当時はね、綺麗だったんですよ。うん。まあ、それはね、FF とかに比べればちょっと劣りますけど、もともとね、このゲームね、レゾナンスエイジってゲームだったんですけど、サービスが一回終了したんですよね。で、そのタイミングで、そのなんか、権利をね、ハドソンが買い取ったのかな？で、そのずっとハドソンが運営してたんですよね。うん。で、ハドソンさんからまた別の会社に移って、で、今なんか、見たらコナミになってましたね。まあ。買い取ったのかな。
いやまあ正直今このゲームの利権を買い取ったところで果たして儲けがあるのかどうか、サーバーの維持費だけで結構金がかかるような気がする。まあね、なんか本腰入れてやるつもりもないんですけど、うん、なんかこう地味な絵面でずっと俺が喋ってるだけなんで、まあね、全く見てて面白くないと思うんですけど、まあね、ちょっとね、昔に戻って、こんな感じでね、ちょっと、たまーに遊んでみようかな、ぐらいの、感覚でいます。うん。でね、さっきから石殴ってんのに全然こう削れていかないのは、その採掘のスキルが低いのと、要は筋力とかが少なくてダメージが通らないんですよね。まあミスしてるわけで、採掘に失敗したっていうのが、まあ、あの、右下の方に出てると思うんですけど、まあそういうことなんですよ。これがね、だからスキル上がってくるとザクッと一発で殺せたりね。殺すっていうあれも表現もおかしいですけど、そういう感じでね、うん。こう、強くなっていくみたいなね。ゲームです。でね、上げても、もう、850、さっき言った、そのスキル値のマックス、850まで行くと、今度上下できるようにできるんですね。だから、最終的には、その、まあ、魔法使いたいんでね、採掘は切って下げていくって感じになりますけど、うん。ね、魔法もね、いっぱいあるんですよ。熟練。これですね。破壊魔法、回復魔法、強化魔法、神秘魔法、召喚魔法、あと死の魔法っていうね。6種類か。うん。まあ、破壊魔法と回復魔法はわかりやすいですけど、まあ、強化魔法もわかりやすいか。バフですね。うん。死の魔法は、まあ、デバフとか、まあ、召喚魔法は、アンデッドを召喚して戦わせるみたいな、ね、魔法なんですけど、神秘魔法は、まあ、なんだろう、空間転送とか、うん、そういう、まあ、バフもありますね、うん。ちょっと、神秘と強化はちょっと曖昧なとこあるんですよね。でこれね、座ったり立ったりしてるんですけど、まあ、座ってるとね、スタミナの回復がちょっと早くなるんでね。うん。まあ、ラグナロクオンラインとかも座ってるとちょっとね、回復が早かったりする、したじゃないですか。知らねえか。うん。まあ、そんな感じのゲームですね。とりあえず適当にね、2、30分ぐらいやったら終了しようかなって思ってるんですけど、こんなずーっと採掘してる絵面ちょっと地味すぎるな。ちょっと、まあ、ある程度やったらちょっといろいろね、回ってみようかなって思います。まあ、ちょっとこの後はちょっとカットしようかな。うん。ん？ああ、そうか。こう、ツルハシ、そうか、壊れる。てか、装備品がね、壊れるんすよ、このゲーム。一部ね、ユニークアイテムみたいなのは壊れなかったりもするんですけど、そう、このゲーム、だから、あれなんですよ。まあ、何本か買ってきたんですけど、そうだそうだ、忘れてた。なんでそんないっぱい買ってきたんだっけ。そう、壊れるんでね、ちょっと3本ぐらい買ってきたんですよ。ちょっと、唐突に壊れたから焦っちゃった。そう、ちょっとね、だいぶ今、
これ今ツルハシね200分の200って書いてあるじゃないですか。うん、これねそう200回しか使えないんですよね。あ、今やっと銅の鉱石初めて倒しましたね、ちょうど。うん、でちょっと一旦帰ろうかな。うん、ちょっとね鈴がいたからちょっと強かったかな。銅鉱石だけならね多分そんなにね壊すのに時間かかんなかったんですけどね。このゲームね走ってるだけでもどん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 スタミナ減ってくんでね。お、これゾンビドッグちょっと強いんですよね。このゲームでもゾンビを回避しなきゃいけないのか。まったく、なんか最近ゾンビばっかりだな。よし、ちょっと一回帰ろう。でね、正直ね、なんか敵とね戦闘した方がなんか多分ステータス上がるの早いんすけど、あの戦闘するとねこの初心者マークが外れてね、あのこのゲーム喉が渇いたり空腹になったりするんすよ。うん、あのパラメーターのねこのなんか肉のマークとなんか飲み物のマークがついてるところでね、こうその役はね多分ね酩酊状態ですね。酒飲むと酔うんですよこのゲーム。面白いでしょ。そういうとこがねなんか面白いんですよね。だから食い物はそうだから魔法使うにもだからそのね触媒もいるし、あのあごめんなさい、あのね、あの空腹を腹を満たすために飯も持ってかなきゃいけないんですよ。そう、飯腹減るとね別に死にはしないんですけど、そのねあの HP だとかスタミナだとかが回復しなくなっちゃうんじゃなかったかな。だからあれこれ走りとかの切り替えどうやったっけ。遠くをクリックすれば走るになるか。うん、なったね。そうそうそう。うわぁ、すげえな、こいつら。うん、こうやってね、露店出してるとこからね、買い物したりもできるんでね。うん。まあ、買わない、金ないんでね、買えないですけど。でね、ここはね、ムトゥーム地下墓地っていう場所ですね。なんだっけ、マブ教っていう宗教の本拠地ですね。カルト教団のね。うん。で、このビスクって呼ばれる町がね、まあよくみんなメインで使ってたとこなんですね。うん、だいたいここに露店とかがねあったんだけど、今はどうなんだろうね。なんかロボットみたいなやついんな。あー、まだプレイヤー結構いいんだね、なんだかんだ。みんな可愛い服着てんな。全部課金アイテムですね。ここが初期装備です。だからね、前使ってたアカウントがあれば若干課金アイテム持ってたからね、そっちから引っ張り出してこようかなとか思ったんですけど、アカウントがね使えないんでね。とりあえずまあビスクを紹介します。よいしょ。
は西エリアですね。昔はここはね、露店でいっぱいだったんですけどね。まあ、人っ子一人いないですね。あ、まあちょっとはいるけど。あ、かわいいね、これ。傘なんてあんだ。あ、これが食い物ですね。人気なのはバナナミルク。スタミナのね、回復が早くなるんでね。うん。自動回復がつくのかな。魔法食でもスタミナ回復する方がいいんで、バナナミルク持ってたりしますよね。おー、まだこの辺にもいるんだね。露店は。昔はそうだね、もっと並んで、このトンネルのとことかね、並んでたりしたんですけどね。こことかね。いやー、もうぎっちりいたのに、もう今は、いないね、全然。そりゃそうか。未だにこのゲームやってるやつがいるっていうのもびっくりだもんだって、俺。で、ここは西銀ですね。ここは昔、中に、露店がきっちきちに詰まってて歩くのも困難だったんですけど、今はこんなにすっきりしてますね。あ、でも結構いるな。そうそう、こんな感じですね。これがあの買い取りの露店ですね。欲しい、これが欲しいよっていうのを出しといて、あのこっちが勝手に突っ込んで売りさばけるという仕組みですね。うん。うん、いやー減ったねー。知ってるやついるかな。いねえか、さすがに。ねえ、同じサーバーに来たんですよ、昔やってたね。まあその当時ね、露店出してた人まだやってんだっていう人いましたけどね、何人かね。うん、お前らこんなゲームやるより他にやるもんあんだろう。貴重な人生なんだからもうちょっとさ、エンジョイしてよ。ん、これおもろ。なんかいろいろ変わっちゃったね。よくわかんねえや。でね、ここはビスクっていうエリアなんですけど、この町にいるね、この勢力と、さっきのムトゥーム地下墓地にいた勢力と、もう一つね、エルガディンっていう組織がねあるんですけど、この三つの組織がずっとね、なんか争ってんすよね。そうそうそう。でね、そうそう、有効度みたいなのもあってね、ここのやつを倒すとエルガディンの有効度が上がるとか、そういうのが結構あってね、あんまりだからここでね、このガードとかをね殺しすぎると、街で見かけた瞬間に襲ってくるみたいなね、そういうこともあるんすよ。これ、ツルハシゼロゴールド。もらっちゃっていいの？もらうね。まあ。そういうゲームですね。うん。まあ。っていうわけでね、なんかちょっと
昔やってたゲームを紹介してみましたけども、まあ続けるつもりはてかシリーズ化するつもりはあんまりないんでね、とりあえずこんなゲームだよみたいなのだけでした。まあ気が向いたらまたちょっとやろうかなっていうレベルですね。はい、じゃあまあそんな感じでね、正月一発目の動画はこんな感じでよろしいでしょうか。というわけでね、ちょっと紹介動画みたいな感じでやってきましたけどね、こういうゲームです。はい、まあ基本無料なんでね、気が向いたらねやってみてもいいんじゃないでしょうか。まあ画質は悪いけどね、その分軽いんでね、まあ人もいないし軽いしね、まあちょっと遊びにはいいかなっていう、もしねやりたいっていう人がいたら言ってください。手伝いますんでね、キャラ弱いけどね、まだね知識だけはねあるんでね、まあもしよかったら一緒にやりましょう。そしたらシリーズ化してもいいかな。というわけでね、年明け一発目こんな感じになっちゃいましたけど、グッダグダな感じの動画になっちゃいましたけど、本年も一つよろしくお願いします。明日からバイオハザードまたあげまーす。じゃあご視聴ありがとうございました。またお願いします。